皆さん、こんにちは。久々に、なんだっけ、マインクラフトプレイ始めていきたいと思います。さっきまでバトルフィールドやってたんでね、感覚がね。ではやってみましょう。こうか。お城を今作ってます。羽毛城。なかなかうまくいかんな。どんな感じで作ってよいしょと。ここは変わらずね。そう、こんな感じです。豆腐派？まあまあ、できたらいいかな。とりあえず食料は不足してますね。どうしたらいいか。人参が欲しい。どうしようかな。探検でもするか。炭鉱が探したい。炭鉱。和骨、こんにちは。よし、どうやな。これはマインクラフトというゲームでして、まあ、破壊というか、まあ、ブロック、レゴ状のブロックで、例えば、こんな感じでいろいろ作れます。いろいろ表現することができるこのゲーム、人によって好き嫌いあるかもしれませんが、ぜひこのゲーム見て興味持っていただければいいかなと思います。さあ、動物探検に行きますかね。どこを探検するかやな。ちょっと何してんねん。いらんもんはつけていこうか。このゲームの目的は特にないね。このゲーム本当に自由です。まあ、ボスみたいのを倒すのもありやし、こういうふうに建築物を作ってみたりとか、そんな感じですね。本当に自由なゲームです。本当に自由すぎて何をしたらいいかわからない、ね、人もいらっしゃると思いますが、まずは自分の、理想な家を作るのがいいと思います。あれ、問いますか。さあ、やっていきましょう。しようかな。動物いかがですか。
入ったか。どこ行こうかな。こっちは行ってんか。こうか。さて、今日は動物を探検しましょう。動物。手頃の動物はないかな？ここもいたかな？これは、おお、ええやん、やった。よし、今日はここを探検しましょう。やっぱバトルフィールドよりマインクラフトの方が人が興味ある。やれば十分かな。14個か。なんか困った時にいけるな。よし、お、まだついてる。よかったよかった。おお。さあ、炭鉱があれば探したいところ。え、割れちゃうよな。あ、ただな。うん、これは鉄やな。洞窟の醍醐味はこういうあれやな。石炭とかやな。石炭ちゃうわ、鉄か。鉄ゲット。できた。OKOK。 分かれ道。さあ、どっち行こうかな。どっちへ行こう。右に行こうか。おお、鉄いいね。来た道を忘れるようにな。こっちを。これはスポーン。おお、いいね。おお、来たい。ういういうい。暗い。お、スポーンブロック。ここからゾンビが出てくるかな。これは使いたいな。これは使いたい。宝はないのか。嘘だろう。宝ないか。そうか。よし。
そうかそうか。とりあえずやな。あ。出るための出口を作っておこう。いつでも来れるように。ゾンビから人参が取れるって確かあったから。よし、別に2段にする方法あれもなかった。1段でいいよ。お、石炭今はいいや。お、鉄や。ええやな。ここは豊かやな、資源が。とりあえず目的としてはダイヤを集めたい。よし、ダイヤと人参か。人参が欲しい。おお、すげえ、鉄がいっぱいや。鉄の宝石箱や。何を言ってんや。お、出口。すごいな、掘るだけでいっぱい出てくるな。どこやここ。出口やな。出れました。夜です。周り見にく。で、目印を作りましょう。ちょちょちょ、あかん。あかん。さあ、目印を作りましょう。この辺の木をちょっと伐採しようか。よしよしよし。お、月夜。昔オブリビオンってゲームやったことがあるんですが、あのと月はすごかったな。衝撃的でした。よし、さあ目印をそのまま作りましょう。ゾンビスポーンがありますよっていう目印です。よいしょ。さあ行きましょう。あれで、一旦ここで切り、よっしゃ、こうやったらすぐゾンビスポーンとこへ行けます。